ったのでちょっと遅れました。ごめんなさい。なんかさ思うんだけどさ、まあラジオにすることによってさ、お風呂入った後とかもさゆっくりこうやって喋れるわけやん。やばくない？この機能使えなかったと思うと。 NGT の時どうしてたんだろう私。NGT の時は果たしてどうしてたんだろう。神機能ね、なんでできないのかよくわかんないんだけど、なんでなの。そう、別にこの機能あった方が配信の幅広がると思うんだけど、うん、多分ラジオ配信できてなかったらもうちょっと頻度減ってると思う。自由になって楽になりましたね、配信。現役メンバーさん、まあ学校のね、そのなんていうの、学生が多いからかな、それに関しては。学生がさ、なんか夜更かししてるって結構イメージ的にあれじゃん。そういうのがあれなんじゃないかなと思うけど。あれしか言ってない。というかなんかあんまり夜更かししてるっていうイメージが良くないのかな、わかんないけど。夜更かし推奨型アイドルなんで私は。夜更かししかしないですけどね。はい、ごめんね、みんな心配かけて。さっきはすみません。でもね、もう誰かに言わないとね、ダメだったかもしれない。これ言えなかったらもっと辛かったかもしれないから、言えてよかったなっていう感じです。大丈夫？人の嫌なところを見せないため、綺麗に見せるため、何ために何。推しゴリラに自分は会えたので元気。何推しゴリラって、推しゴリラって誰。え、推しゴリラって誰。マリナ。やばい、怒られる。え、推しゴリラって誰。何の話してる。多方面に怒られる。好きなゴリラがいるの。
は？マリナで合ってるそれ。大丈夫。ん？地震来た？嘘。揺れてないな、こっちは。大丈夫？あ、ガチゴリ？ガチゴリね。どこ揺れたんだろう。言ってみただけのやつかな、こいつ。福島で震度3。福島？近いけどな。揺れてないな。全然感じなかった。山形揺れてない、揺れてないよね。遠いかもしれません。え、近くない？割と。え、上の方だよね。わかんない、私地理弱いからあれかも。バカみたいなこと言ってるかもしれない。山形の隣の隣の隣ぐらい。震度 1？ 全然感じなかった。いつもは感じるのに。福島県広いですからね。この間行かれた会津と反対。あー、いや、そうだよね、反対側だ。そうだそうだ。じゃあ私の地理は今のところ合ってるってことか。何の話してたっけ？ゴリラの話してた。ゴリラの話って何なの、マジで。推しゴリラの、推しゴリラって何なの、気になる。推しゴリ？ゴリラの話だよね、マリナの話じゃないよね。これ本当に怒られるんだって。しかもマリナってね、マジで英語さすの。あの、なんか本当にいろんなことを知ってて、リカちゃんこの間〇〇出てたよねとか、すぐもうなんか常に張り付いてるんじゃないか X にっていうぐらい、もう何でも知ってるんだけど、だから怒られるんだよ。リカちゃんこの間ショールームでゴリラって言ったでしょって絶対言われる。本当にやめてほしい。情報通、リカちゃん以上にエゴサツ。私は自分の名前でしか検索しないけど、マリナはどうなんだろう。でもいろんな人の情報を知ってるから、なんか〇〇ちゃん何に出るらしいよとかさ、全部もう、そう、すごいの。もう全ての情報がマリナを知ってて、だからなんか私よりネトストの素質あるかもしれない。私も割とネトストだけど。一切そのつもりないです。単純にゴリラが好きなだけです。でもゴリラってイケメンだよね。なんかイケメンだよね。ゴリラのさ、なんだっけ、どこだっけ、あの動物園忘れちゃったけど、
動物園行った時にね、あ、オランウータンかな、めちゃくちゃ頭いいオランウータンいて、ちっちゃい子がね、お母さんと2人でそのオランウータンのガラス越しになんかオランウータンだよって言ってお母さんが抱っこしてさ、こう見せてたんよ。で、子供は怖いからなんかちょっと泣きそうだったの、ヒーみたいな。で、そしたらその下の方になんか本みたいなのが、そのなんだ、繋いで置いてあって、盗まれないようにか分かんないけど繋いで置いてあって、ちょっと持ち上げて読めたのね。で、ゴリラの特徴みたいな本みたいな冊子みたいなのがあって、その泣きそうな赤ちゃんにね、のっそのっそ近づいてきて、オランウータンが。で、ツンツンって、あの、そのノートみたいなやつをこうツンツンって鏡じゃないや、ガラス越しにやったん。そしたらその子泣き止んで、え？みたいな顔してて、で、その冊子こうやって開いて、なんか開いて読んでみたいなジェスチャーするので、え、やば、人間やんと思う、中に人間入ってるやんみたいな思って、え、もうツンツンってこれ開いて読んでみたいな、え、マジで着ぐるみと思った、マジで本当に着ぐるみと思ったぐらい頭良くて、で、それ開いて、その見せてたのね、そのオランウータンに。こうやってお母さんがこれ読んでみな、だってつってこうやって見せたら笑うの、ニコニコで、え、やばい、あったまよみたいな。で、そのちっちゃい子も笑ったから、オランウータンがニコニコしてて、で、なんか見ててみたいな感じでやって、あの、ちょっと離れたところにあるブランコに乗ってぶら下がってなんか遊んであげてて、そしたらその子供めっちゃ笑顔になって、もう、え、すげえと思って。そのオランウータンがね、結構長寿の女の子のオランウータンだったんだよ。そうで、結構そのなんだろう、母親的なあれなのか分かんないけど、なんかそのちっちゃい子にめちゃくちゃ優しくて、え、マジで着ぐるみと思ったもん私。え、これ着ぐるみじゃないんですかって、その飼育員さんに聞いたら、違いますよっつって、この子すっごい頭いいんですって言って、やばかったよ、マジで人間だった、ほぼ。オランウータンは森の人って意味から来てるので、非常に家族思いの動物です。なんか NHK のナレーターの人いる動物番組でさ、あるよねおっと、小さな動物がやってきました。こちらはシマリスですこんな感じだよね。そうなんだ、森の人って意味なんだ、初めて知ったな。賢いのすごいよね、感動したもん、そのオランウータン見た時。
どこの動物園だっけな、私なんかで動物園行ってた、あれだ、地下なんとこ、何動物園だっけ、 NGT がさお世話になってた、何なんだっけ忘れちゃった、なんだっけ、城山動物園だ。え、違うよ。城山って何？コラボしてたとこでしょ？じゃなくてさ、あの城山の姉妹園みたいなところ、城山で合ってる？そう、兄弟動物園みたいなあるじゃん。チンパンジーも道具使うよ。へえ。もうあの辺はさほぼ人間だよね。マジ私そのオラウータ見た時感動して泣いたもんね、ほぼ涙出てきたっつって。茶臼山だ、そうだそうだ、しかも城山だ、城山動物園だよね。茶臼山だと思う、そうだそうだ、茶臼山動物園にいたオラウータンがすごかったんだよ、本当に賢かった、女の子のオラウータン、マジで。てかさ、おっきい動物好きなんよ。ゾウとかキリンとか馬とか好きなんだけど、あのオラウータもでっかかった、なんか2メートルぐらいあった気がする、マジででかくて、もう手とか私の顔2個分ぐらいあって、そんなに、え、でっかかったよマジで。うん、すっごい大きい。なんかさ、ビッグフットだっけ？でっかい足跡ありましたみたいなやつあるじゃん。あれとかもさ、普通に動物なんじゃないかと思っちゃう。あ、そう、ユーマの虎見た、白虎だったよね、え、違う、白虎どっかで見たんだよな、ホワイトタイガー、マジでかっこいいと思う、乗りたい。ユーマが、え、私ユーマ好きだよ、ごめんけど、ビッグフットネッシー好きだよ、土の子、竜、キリンみたいな。そう、なんか実在するかようわからんやつ好きだよ。大型類人猿じゃないかという話はあります。これなんて読むんだろう、合ってるかな、ねえ、
ビッグフットの話大好きなんだよね。そして全部でかいの好きなんよ。大きいねって大きい動物好き。だってさ、自分よりでかいんだよ。やばない？自分よりでかいってやばいよ。戦って勝てないってことだからね。武井壮さんぐらいだよ、勝てるのは。熊か、熊もね怖いよね。戦おうとするなって話だよね。虎とかキリンとか、あとライオンとかかっこいいけど、でもさ、どうしてって思わん？自分と全然作りの違う動物ってなんでそうなったのって思う。こんばんは。カバが一番怖い説。カバか。カバ見たことあるかな、私。本物見たことあるのかな。カバ。でも、もうずっと言うけどさ、あれも感動したな、ジンベエザメ。でーかってなった。片目じゃ足りないぐらいの、両目でちゃんと見ないと見きれないぐらいの。下にくっついてる小判ザメみたいなやつ可愛かった。ちちゃちちゃあいつら。ジンベエザメ大きくゆっくりで、だからリカさ、大きいワンちゃんとかだったらワンちゃんでもいいかも、買うのって思う。もう乗れるぐらいのワンちゃん憧れるよね。ゴールデンとか、そう、なんかさ、大きい動物とかってさ、温厚なイメージあるじゃん。ワンちゃんに乗ってるリカちゃんみたいな。絶対可愛いよね。散歩引っ張られるよ。確かに私は勝てない。だから乗るんだよ、そういう時は。ボケマル、その回好きだね、みんな。なんで？その回めっちゃ好きじゃん、みんな。ブキマルブキマル
でっかいんだよ、ポケマルも。僕はこっち、僕はこっちっつって連れて行かれるから、あーえ、そう、散歩されてた。なんか私後ろでティラノザウルスみたいになってたもん。下駄だし歩きにくいから。ティラノザウルスってさ、ちょっと三枚のめりにさ、うぶうって歩くじゃん。ああいう感じになってたって。私ティラノなんだけどって。私ティラノなんだけどもちょっとよくわかんないけど、振り回されるリカちゃん。ブキマル、可愛かった、ブキマル。推しがティラノだったかみたい。字面だけ見たらただのわんぱく坊やだよ。ティアノザウルス好き。クソガキがよ。夏休みの小学生に、そうだよ、ティラノザウルスか。恐竜も好きだよ、リカ。プテラノドン、トリケラトプス、ティラノザウルスが一番メジャーどこだよね。イグアノゾンってどんだっけ、でっかいやつだっけ、でっかいやつなんだっけ、首長いやつ、ほんとネッシーみたいな首長いやつ。あ、ブラキオか、それがブラキオだっけ。ブラキオって背中にトゲあるやつじゃないの。ステゴザウルス、あ、ステゴが背中にトゲのある首の短い尻尾長いやつか。はいはいはい。ブラキオはでっかいやつ。いや、なんでこんなにわかるかっていうと、恐竜のさ、虫金魚みたいなやつなかった？私それやってたんだよね、カードゲームで。一瞬さ、なんかあったよね、え、あったよね、ボタン。恐竜キングあったっけ、恐竜キングって名前だっけ。それやってた気がするんだよね。双葉鈴木竜知ってますか。知らない、どんなんだろう、見たらわかるかな。恐竜キングってあったっけ。恐竜キングやってたんだよね、めっちゃ。ほんと虫キングの恐竜版みたいなやつだね。恐竜キングやってたわ、だから覚えてるんだよね。カード全種集めてたもん。そう、いやーでもな、飛べるのチートだわと思って、プテラノドンが推しでした。飛べるのチートすぎない？小回り利くし。海の恐竜も好き。なんかさ、カメみたいなやついるよね。カメみたいなやつ。え、みんなさ、アバター見たことある？
私アバターもアバター2も大好きなんだけどさ、あれのさ乗ってくやつめっちゃいいんだよね。そう、あれのあれに出てくる生き物全部おもろい。私の好きな感じ。アバターもディズニーなんだっけ？え？違くない？アバターってディズニーなの？初めて知った。ディズニープラスで見れるよってだけじゃないの？ディズニーが作ってるわけじゃないと思ってた。ディズニーなんだ。道理で好きなわけだわ。ディズニーなんだとしたならば。最近のディズニーの良かったなってやつは、なんだろう、マルフィかな。あれをアンジェリーナ・ジョリーがやるのがやばすぎるよ。20世紀…あー、そっかそっか、そうだ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 、20世紀スタジオ出てくるわ最初。リカちゃんの好きな動物は何ですか？だからでっかいのが好きです。全部ゾウとかキーンとかライオンとかトラとか、でかい、自分よりでかいの。ゴリラも好きだよ。でもやっぱり一番好きなのは猿かな。猿山に1時間入れるぞ私。あいつはすぐ喧嘩すんだ。前でビンタし合ってる猿がいたこと、私それ見てケラケラ笑ってた。ほら行くよリガちゃんっつってナナコに連れて半分連行された。猿ギフトの復活ずっとそんなんあったね。ウキウキって出てくるやつ。猿なら上野の猿山。私上野動物園行ったことないんだよね。上野動物園行ったことないの。やばい？行った方がいい？パンダいるもんね。やっぱ飼育員として、ベテラン飼育員としてパンダの生態を把握しに行かなきゃ。上野行ったことないな。あのさ、サイレントでさ、パンダ落ちるで検索してみてみたいなさ、可愛い動画出てくるからみたいなやつあったじゃん。覚えてる？サイレントの目黒蓮くんじゃない方の男の子、あの子が LINE で書いてきてたやつ検索したらめっちゃ可愛かったよ。パンダ落ちる。目黒蓮くんってスノーマン知らん。そうなん？そうなんじゃない？
じゃあ本当に今の若い子わかんないのよ、ごめんね。一個前の世代なら知ってるよ。ギリギリでいつもぐらいなら知ってるよ。夜中だから言うけど踊れるよ。ああここを今飛び出して。めっちゃいいやつほど好きな子の幸せを願うドラマが多いですけど、なんでですなんですか。やっぱね、女の子ちょっと悪いやつに好かれんの、好きになんのよ。なんか冒険心というかちょっとしたファンタジーだよね。知らんけど、私は全然いいやつがいいけど、もう凝りました。若い子わかんないのよ、スノーマンとか。私の記憶はね、セクシーゾーンで止まってるね。解明したんだっけ。ちょっともう全然詳しくないけど、セクシーゾーンで止まってますね。ギリキンプリ、中島健人くんがさよならバイバイした。へえ。ピカチュウと旅に出たってことでいい？俺はこいつと旅に出る。ねえ、わかんないよね。そっから下はわからないな。パンダずり落ちててパンダ見に行ってるやついる。鍛えたので勝ち負け、そうそう。山田涼介、ありゃあイケメンよ。顔が整いすぎてる。黄金比ってやつじゃない？ありがとう日本に生まれてくれてって感じだよね。何それっていうぐらいの綺麗な顔してる。見えないね。そうなんだ、わかんないな。一個上の世代だな私。ニュースとかカトゥーンか。嵐、ニュース、カトゥーン、この辺までですね。何人かは首もげるくらい。僕もね、私あの歌好きだよ、ニノの虹。虹がどうしたこうした、知ってる？泣ける、いい歌だよね。
虹だっけ、虹みたいなタイトルの虹がどうしたこうしたみたいな、いい歌だよ。あとねカトゥーンのね上田達也さんの花の舞う街っていう歌もね大好き、めっちゃいい歌だよ。私春になるとあの歌聴きたくなるうん、聞こえてる？また止まってるかな。ファンモンで育ったので告白をカラオケで。ファンモンの告白ってどんな歌？大好きだ大好きなんだのやつ。それ以上の言葉をもっと上手になんとかだけどみたいなやつ。普通にいい曲を言う、いや曲はね全然紹介できますよ一個上の世代だけどね家族が嵐のアルバムを車で聴く。もう嵐はダントツでモンスターですね。最強のラブソングだよあれ。だって僕の記憶が全て消えても生まれ変わったらまた君を探すだよ。見かけじゃなくて心を抱いて満月の夜君を見つけたモンスターやばくない？ねえちゃんと聞いて一回あの歌やばいから、生まれ変わったらまた君を探すってやばくない？マジでマジでいい曲なんだよ。モンスターが一番好きだね私は。うん、あれも好きだけどね。走り出せ走り出せ明日を迎えに行こう。まあでもモンスターかな。全然有名どころしか知らないんだけど、ニノの虹だけはいい曲すぎて全部聴いてた。かかな、なんか好きな歌ありますか？その世代だと私アクアタイムズめっちゃ聴いてたので、アクアタイムズはねいいよね。ニノがピアノ弾きながら歌う虹最高なんですウォークマン入ってたなウォークマン
一緒。カトゥーンはね、What's going on が好きだよ。ねねねね、I'm moving on、いつもそうしてんじゃない、この歌もいい曲。なんだっけ、シグナルだ、シグナル。赤西仁さんの曲は紫ですね。紫マジでいい曲。うまく言えないさよならが、それだわ。最高な曲忘れてたわ。 Love Yourself、 みんな聞いて、これ超いい曲だから。 Love Yourself も無理しないで、世代だわ。これもウォークマン入ってたわ。超いい曲、一番好きかもしれない、ラブユアセル。赤西仁さんが最後の三角曲かな、詳しい。ちゃんとジャニオタなのやめれる、本当に叩かれる。キンキキッズのガラスの少年とステイウィズミーね。あれなんかもう本当に擦られに擦られまくって、ジュニア全員踊れるんじゃないかぐらいだったもんね、一時期。うん、私もなんならギリ踊れるような。申し訳ないけどね。うん、必修科目感あるよね、あるある。出たー、長富の鎌足りね。クリスマスがいらない歌でしょ。クリスマスはいりますってずっと言ってた。なんとクリスマスはいりますって。うん、そうそう、電車に乗せるのまで嫌がられたらちょっとどうしようかなって感じになるよね。じゃあどうしようかな、宅台とかって出してくれる。心配性すぎというか、それも束縛の範囲ではないか。宅大とかって出してくれるよね、そうだよねみたいな。うん、心配性なんで、心配性すぎな言うてるやん、すぎないよ。心配性ならまだいいけど、心配性すぎたらあかんのよ。思い切り抱き寄せられると心を得ろ。ね、なんだかんだあの二人だから。
はい。5月20日からキンプリの曲、そう、昔の曲がってこと？すごっ。今まで堅くなに名言を避けている、グループがありますが、このグループに関してはまだアンチがいるので、私についてる、ちょっとやめときます言うの500億年前だったんだけどね、好きだったの、うん、まだいるのでちょっとやめときますね大丈夫、触れないようにしてますじゃあ気使われてて久保なんだけどそこだけぽっかりとね穴が開いてますよね。そうそう、そこをすっ飛ばして、時を超えファイブスターですね絶対に避けては通れない道に一グループいたはずなんだけど、一回避けて通るねうん、う、うん好きな曲だけ言っていいじゃん好きな曲だけ言っていい？うん、やめとこうどうぞ。それでは先生ですね今の人にはすごいいい歌だなと思います。うん、あれめっちゃ聞いてたから好きだった。シングルの中だってね、うん、これ以上コアな曲言うとちょっともう本当に惹かれるからやめとく義理のラインだよね。この曲はまだ義理知ってる人多いから、親知らずでも抜いたうん大変やな。そう、すぐね歯抜けるから、あの都合悪くなったら私全部歯抜くから、臨時で臨時抜歯、変なそうそう、サメすぐ生え変わるから、シャキーンってすぐ生えてくるから、うん、時をの好きな、君が熱い恋をするならじゃない、相手は僕しかいない、オンリーユ、熱い恋をするなえ、これ TOKIO じゃないっけ。 TOKIO はね、TOKIO ってその船を漕いで行けしか知らん。そんな船は言うて、なんかこれさ、なんかの主題歌だったよね、小4の時に
あの TOKIO のその曲が流行ってて、で小学校4年生ぐらいかな、3、4年生ぐらいの時に流行ってて、朝の歌になって、朝からその船を漕いで行け言うて、みんなで小学校3、4年生だよ、歌ってたな、恐れをなして言うてヘビーやな、その船を漕いで行け言うて、すべてのスイフが恐れをなしてのところおもろいよね急にふわりギチギチになるやんスーパーウェイよ、地上の星よ、教えてよって。カトゥーンニュース世代にもう一個いなかったっけ、なんだっけ、あ、あれだ、関ジャニだ、そうだそうだ、その三つって感じするよね、うちらの世代。そんなことない、うちら、私で言うと97なんだけど、97の世代はその辺がゴールデンな感じだったよ。関ジャニはね、なんだっけ、あれが好きだよ、あれ、ドラマの主題歌、あ、でもそれしか知らない、どれどれあれだよ、思い出せない、愛、愛の歌みたいなやつあった、愛歌みたいなやつあった、違う、なんだっけ、あー、なんかそんな感じの、そんな感じのニュアンス、ニュアンスで伝われうん、その辺の歌、なんだっけ、何とかがんとかみたいな全部わからん適当に喋りすぎてる、なんだっけ、全然わからん違う、愛でしただ、それが君でした、愛しい君でした、なんとかかんとかほんたらほんたら、なんとかかんとか、あの歌いい歌、うん、愛なんだがヒントになったね、愛でしただ、愛でしただよね、
とかかんとかなんとかかんとかではあるでしょ。ノンヒント厳しいなみんな。愛でしていい歌だよね。青春の青っぱなも好きだけど、あ、そうだ、パパドールだ。ツイントなしだ。あ、そっか、その世代か、すごいな。うん、私らの世代はそこなんよ。よく流れてきたスペシャルでも、1位ら辺になるとほぼもうその事務所が占拠してるランキング多かった気がする。スペースチャー TV ね。何？噂のあれって。何噂のって、なんかあったの？え、リカ最近時事ネタ疎いよ。なぜならば、あの人々のモラハラに毒されて死にかけてるから EXILE 系ね、トライブね。ああ、ガチ心配チャットか後で見るね。行政や弁護士さん、ありがとう。初見詐欺やめろ。おい、プドール。初見詐欺してんじゃねえよ。おい。だってめえ。死ぬほど来てるだろうがよ。そうして、そうしてファイズさんがケラケラ笑っている輩かて輩だよね。口調がさ、直した方がいいかな。
でも今日も抑えたんだよ、そのさ隣の席のおばさんのさ、本当は言いたかったよ、は？おい、でもてめえの幅の方が公害だろ、痩せろよ、いいんじゃない、ご飯我慢できてつって私がここでこうしてたらご飯食べれないでしょ、じゃあ痩せていいんじゃないそれで、一石二鳥じゃんって言いそうになったけどやめたよ、クリームパンみてえな手で殴りやがって言ってんだよカスつって我慢した、マジで我慢した、よく抑えた抑えました、なんとか。クリームパンは自分大ダメージです。なんで？クリームパン業者だった。ごめん。クリームパンを作ってる老舗とかだった。ごめん。クリームパン好きだよ。言うて。粛々と鉄道警察や車掌さんに情報、あ、それがいいよねやっぱりね。テンプレートで初見ですというコメントがある。知ってるよ、間違えて押したんでしょ冗談じゃん、ぶどうさん、ジャパニーズジョーク、クリームパンクリームパンいいよね、何のフォローにもなってないけど違う、手がクリームパンみたいってよく言われたの、笑われたのでかわいそうかわいいじゃん、クリームパンだねふふ。カスタード炊くの大変なんだから、ええ賢章さんってクリームパン業者なの、初めて知った。でもクリームパン焼いてそうな顔してる賢章さん、え確かに、えパン屋さんフェイスだよね賢章さんって。煽り？煽りなのいいじゃん、パン屋さんって素敵だよ、アーモンドクロワッサン言うてアップルさんはリカちゃんによろしくと言ってた。あ、オッケーオッケー。ちなみにパン屋は2日で爆二日やってて草なんだが。これで煽られてるって。あいつ最近ありがとうボットだからな関西に自生した椎茸。うん。呼びました、いたわいないと思って悪口言ってたのにいたわいたいたでも
も DD しててなんか安心した。治療はね、息をするように DD するから、プリッとしたケツと乳がついたら何でもいいんだよね、治療はさ。プリプリの椎茸なんだからね。最低JK のコメントやめてやだなリカちゃんを見るたび元彼女を思い出だからそれすごい迷惑なんだけど。偏見ですけど、リカ姫生クリーム苦手さ。生クリームもカスタードも大好きですよ。そういうタイプの椎茸だったね。今日椎茸共食いしてた。かわいそうだよ仲間が。なんでそんなことするの。謝って仲間に。ごめん。素直な椎茸なんだよな。素直だよな。まっすぐの木に生えたんだろうね、きっと。椎茸好きですよ。椎茸美味しいよね。私も好き。何に入ってるのが好き。鍋かな。でもあれも好きだよ。茶碗蒸しに入ってる椎茸。あれマッシー呼ばれてるよ、なんか。インドネシアチームにマッシーって書いてある。書いてあるよね。人気出てきた、海外勢に。変な人しかいないよ。マブダ、あ、マブダチって言ってるわこれ多分。マブバー、マブバージョンでいこうってことじゃない。インドネシア語喋れるかな。なんかウケてるわ。よかったね、ウケてるよ。ワクワクしてるもん。ウケてるよ、私。何笑すぎ。何が面白かったんだろう。すごいワクワクしてる。ウケてる、ウケてる。インドネシア人気がここで爆発したマシさんにお話を聞いてみましょう。マシさん、お疲れ様です。
すごいですね人気。インドネシアのうまいさん。マシーは日本語でまだです。へえ。だってまだマブではないってマシーは。マシーはまだマブではないってことだきっと。じゃあまだ認められてないです。急にでもマシーはまだマブとは認めないって書いてあるのおもろいな。急に名指しでってなるよね。え、急に名指しで俺。よいしょ、ちょっと飲み物飲むね。喉痛くなってきた。大丈夫だよ。マシマシ、まだまだでした。使いこなしてんじゃん、インドネシア。もうあれだ、プリプリの椎茸を携えてインドネシアに行くしかないよ。2人で頑張ってね。なんか巻き込まれてる。だ、桃太郎で言うところのきびだんごで、マシで言うところのしいたけ。だって海外だと靴下。そうだ、海外でね、しいたけって靴下のキノコって言われてんだって。靴下の匂いするって言われてるらしい。おもろいよね、あんなに美味しいのに。仲良くするんだよ、インドネシアに行って。喧嘩はダメだよ、仲良くね。向こうから手紙書いてね。おもろ。絶対にインドネシアに椎茸とマシを送り出そうとしてる人たちが何人かいるな。笑ってね、テラシシシ。テラシ誰やねん。デレシシシな、なあ。
おい、お前は急に横入りしてきてよ。何テラシシシって。ちょっと軽めにすな。デレシシシなんよ。